これは我が国に対する武力攻撃等の緊急事態が起きたときに、その場面をとって、統合運用の能力の維持向上を図ると、それを目的にしてます。当初の防衛作戦、あるいは空挺作戦、水陸両用作戦、そして航空機の機動分散運用、さらには負傷者の治療・護送、そうした訓練をここにおいて実施をしています。